南区区議会議員へ吉見器では、学民の女神と呼ばれたの香港の女性社会運動家、週2話に香港を市民参加を奨励する、民主派及び選挙公民党のメンバーに対個市民を、元気づけ、参加する、よう奨励する、民主派及び選挙民主活動家記の切っ先はガン包み、願い継承族の関ン包み区議会議員、両外晴れに、九龍湾最終スプリントのキャンバス。 2020年香港立法会民主派予備選挙は、香港の民主派が2020年に予定されている立法会選挙に向けて、2020年7月11から12日に行われる予備選挙である。予備選では直接選挙枠及び区議会及び遠征サービス職能団体の議席をめぐって行われた。投票の結果、本土派の候補者の多数は、 得票数上位になり、大きな勝利だったと見られる。その一方、改憲派の政党熱血公民は、予備選挙に対し、民主主義の基本と一致していませんとして、参加を見送りしたほか、予備選そのものは中華、人民共和国香港特別行政区国家安全、維持法にも違反する、可能性があると指摘されており、香港特別行政区政府の閣僚、 中央政府中香港連絡弁公室、国務院香港マカオ事務弁公室の官僚、親中派の政治人物らも、予備選挙に対し、香港国家安全維持法を違反する疑いがあると指摘した。2020年6月、香港党選挙区には、民主党立法会議員、許里志法、公民党東区区議員、鄭通る香港州資源立法会議員ら間。 佐藤市、中西区議員、両明田田市、南区議員、郊区,区議、東区,区議員、ジョネミ、南区,区議員へによしみつ、湾国議会議長溶接営が予備選挙に出馬した。この内ちらかん佐藤市は7月8日、香港国家安全維持法の実施によって、自らの安全を確保できないとして、香港を去った後予備選を脱退し、園によしみつに支援を求めた。 香港島地方選挙区予備選挙の候補者は以下の通り、九流西地方選挙区予備選挙の候補者以下の通り、九龍東地方選挙区、香港島地方選挙区と同様に予備選挙と選挙の放棄のデュアルトラックシステムを採用しています。6つのリストがあります。予備選挙後、上位5つのランキングリストが立法議会選挙に応募することをお勧めします。 しかし、立法評議会の選挙では、九流東は投票を通じて上位3票に投票をあり当てることを決定し、残りの2票は投票で除外されました。すべての候補者が九流東共通プラットフォームに署名したことは、言及する価値があります。九流東区の候補者リストには、民主党のコシーと公民党の短文号2人の議員が含まれています。さらに、 民主活動家記の喫先、人民劇量の担督氏、三つつみ区議会議員李義美たち、香港民主民政教新会の聖医者を来たるも、選出される、訓ト館つつみ区議会議員の両外晴れがきの、喫先の予備候補者リストになると噂されていますが、きの喫先はこれに応じませんでした。九龍東地方選挙区予備選挙の候補者以下の通り、 新海西地方選挙区には9つの議席があり、予備選挙の目標は6つのリストを決定することです。民主派の予備選挙では、立法会の3人のメンバー、すなわち主外的親財団体の主外的、民主党の委員長兼、公民党の各や木、新海西選挙区に合計8人の名前がいた。さらに、労働党の便次新民主同盟の単外区に、 トンモン尺網落の長超過森、天水連戦のご県議、学民市長元スポークスマン公い越も選挙に参加した。新海西選挙区は最小投票式位置が4万8000の唯一の選挙区であることに言及する価値があります。式位置に達していない場合、選挙区の民主派候補は選挙のリストについて話し合います。新海西地方選挙区予備選挙の候補者の通り、 新海東地方選挙区予備選挙の候補者以下の通り、区議会職能別選挙区では、民主派の四人の代表を争う五つのリストがあります。このリストには、現在の二人の民主党党員、公民党の利与信、主外的信頼団体の信仰明、本土派の大百派、区議会職能別選挙区予備選挙の候補者除下、衛生サービス予備選は、今回の予備選挙において、 唯一に行われた伝統職能団体枠予備選である。予備選挙には4人の候補が参加した。衛生含む職能別選挙区予備選挙の候補者は以下の通り、予備選挙の結果、全候補のうちの26名が9月の本選挙に進出できる候補として選出された。政党、会派、組織別ではこの通り、無所属候補として、 本選挙に進出できる候補は以下の通り、ありがとうございます。